はい、こんにちは。マイチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、自由研究シリーズ21生き物編カブトムシです。カブトムシのプラモデルが出たね。そうだね。すごいリアルなプラモらしいね。そうだね。だけど気づいてなかったのが、なんとこれ5月に発売されたね。うん。いやー、これびっくりだったね。そうだね。うん。あともう一個びっくりしたことがあって。うん。対象年齢が15歳以上。そうなのこれ15歳以上なんで、なのでエイシン君作れないので、うん、これはパパが作って、それはエイシン君に手伝ってもらう、うん、そんな感じでやっていきましょうかね。うん、はい、じゃあ早速作っていく前に黄金の5秒間じゃあこの間にチャンネル登録はグッドボタンお願いしますね。よ、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。ふいー、登録してくれたかな、もしこの動画が良かったなと思ったらグッドボタンもお願いします。お願いします。では早速やっていこう。よいしょ、はい、お中には説明書と台座。おお、け、あれ、あ、思ったよりもパーツが少ないかな、うん、あ、羽もある、ちゃんと。なるほど、こんな感じ、ランナーがいっぱい入ってますね。お、ということでね、これがカブトムシのプラモデルだね。そうだね、完成しましたね。うん、2体入ってたね。そうだね、よかったじゃん、うん、うわ、しかもね、これ羽を自由に取り付けできるんだよね。そうだね、1体は羽つけてないやつで、もう1体は羽つけてるやつにしましたね。これほんとリアルでよくできてるね。うん、もうこれすごい、僕はちょっと思ったんだけど、うん、今までのやつよりクオリティが高くて、うん、でっかいのって初めて見たなと思った。あ、本当に、うん、それだけいいですか、これ、うん、昆虫ハンターのリアルさと、うん、と昆虫の森の大きさ、大きさ、すごい合わさって、すごい両方とも兼ね揃えてる感じだね。うん、あ、触覚とかもちゃんとね、そう、再現されててね、うん、程よい光沢感が小物のカブトムシっぽくてリアルだね。うん、稼働する部分は、うん、この胸の部分がグイグイ動くね、うん、はいはい、であと角もちゃんと動くようになってる。あ、動くね、多いね。で、足もちゃんと動くようになってるね。足は第一関節が動くけど第二関節は動かないね。ここ、そうだね、うん、先っぽは動かないです、うん、だけど、でもこんだけ動けばいいね、うん、しかもちゃんと爪もとんがってる。あ、そうだね、そう、これがすごい。なるほどなるほど、これが確かにフィギュアンでは再現できなかった部分だね。そう、これ結構チクッとするの。あ、本物感あるね、うん、本当だ。羽開く時だけ頭ちょっと前に出すんだね。そう、そうすることで羽をしっかり開かせることができる。外羽が開いた状態で内羽、ね、うん、設定するんだね。そうだね、こっちが飛んでいる方だ ね、 そうだね、飛んでいる方もちゃんと羽がね、こういう普通にこういう形だけじゃなくて線も入ってるね。で、半透明だから、うん、いいよね。そう、ちゃんと、うん、羽っぽい。そうだね、うん、で、パパ的にね、ちょっとポイントが高かったのは、うん、最初からこれ2体入ってたこと。そうだよね、うん、なんで1体万が一失敗してももう1体から持ってこれるし、うん、で、触覚に関してはさらにもう一つずつあの予備パーツがあったので、うん、なんで一番細いね、この触覚安心して組み立てられたっていうか ね、 そうだね、うん、対象年齢15歳以上ってね書いてあったんだけど、うん、部分的にやっぱ力が必要だったり細かい作業があったりするので15歳以上って書いてあったのかなって感じがします ね、 ね、でも頑張れば作れた。そう、エイジングも結構、うん、自分で作ったよ。そうそうそう、うん、で、これ自体はあのニッパー不要っていう普通にペン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 って取れるタイプのやつなんで、うん、エイジング以上であれば小学校4年生以上であれば余裕で作れるんじゃないかなと思いますね、うん、はい、まあ一応うちはニッパー使ったけども、それでこの自由研究シリーズの22番が発売されてるんだよね。そうそうそう、それがなんとクワガタっていう、ね、クワガタ、うん、届いたらやりたいね。そうだね、また今回はマイチャンネルスイッチでやったんだけれども、うん、またエイシン君マイチャンネルスイッチでお願いします。はい、はい、はい、というわけで今回は自由研究シリーズ21生き物編カブトムシでした。はい、というわけで今回の動画もしよかったなとか聞いたと思った方、いいのボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてお友達にも教えてください、はい、今回のおすすめ動画はここら辺に出ていますのでぜひ見てみてください。
チャンネル登録はここら辺をよろしくね。というわけで今回は以上でございます。バイバーイ。